総合グラウンド岡山県総合グラウンド陸上競技場岡山県総合グラウンド陸上競技場は岡山県岡山市北区泉町の岡山県総合グラウンド内にある陸上競技場。休技場としても使用される。施設は岡山県が所有し一般社団法人岡山県総合協力事業団が指定管理者として運営管理を行っている。 命名権によって、2010年3月1日から2015年2月28日までは、観光学生服株式会社による、観光スタジアムの故障を用いた。同様に2015年3月1日より5年間は、株式会社シティライトにより、シティライトスタジアムと故障している。なお、ネーミングライツジシーズンの愛称は、桃太郎スタジアムである。 第17回国民体育大会の会場として1957年に、竣工陸上競技を中心に、全県規模の大会に多く使用されてきた。第60回国民体育大会の主会場として、使用することを目的に2001年3月から、全面的な改築を、開始、2003年5月に竣工した。トータルデザインは、 地元岡山市出身のプロダクトデザイナー、三藤岡英治が担当した。2005年の国体開催計画当初は、近接する岡山武道館建設時に発掘された津島遺跡が1971年に国の史跡に指定されていたため、岡山市こと南方の用地に建設予定であったが、県の財政難で東京議場の改修に計画を変更した経緯がある。 そのため、遺跡を保護する目的で、建物を鉄骨基板にして軽量化を図ったほか、遺跡から発掘された、調度品と県内のスポーツ選手の資料を集めた、展示コーナー、遺跡スポーツミュージアムを併設し、2008年度に、津島遺跡が復元された。また、環境を考慮して、スタジアム周辺の樹木は伐採せず、そのまま保存している。 スタジアム正面玄関の前には、岡山県出身の女子陸上競技選手、瞳木縫えの銅像が混流されており、瞳像のほど近くには、同じ岡山県出身の女子陸上競技選手、有森優子の銅像も混流されている。2009年11月19日、岡山市北区に本社を置く、学生服製造の尾崎商事株式会社が、命名権を取得した。 契約期間は2010年3月1日から5年間、年額1000万円で、同日より、観光スタジアムの故障を用いていた。2015年2月末での観光学生服との契約満了を受けて、年額1500万円以上の条件で命名権を再募集し、岡山市南区に本社を置く自動車売買業の株式会社シティライトが命名権を取得。 契約期間は2015年3月1日から5年間、年額1620万円で、同日より、シティライトスタジアムの故障を用いている。なお、命名権採用後は、基本的に上記の名称を使うことになっているが、クリーンスタジアム規定が適用される、国際サッカー連盟及びアジアサッカー連盟主催の国際試合、大会では、 例外として正式名称を使用する。ありがとうございます。